学生や会社員の場合、よく A4 用紙を使います。ところでこの A4 用紙の規格をご存知ですか？ A4 用紙の規格は横 210mm、縦 297mm です。 A4 用紙以外のサイズの用紙の規格は上記の通りですが、切りのいい数字になっていないので不思議に思います。用紙の規格はどのように決められたのでしょうか？現在使用している A4 用紙の規格は紙のサイズの国際規格に従っており、これは DIN476 標準に基づいています。DIN では1922年に原紙を半分に切る過程を繰り返すことによって生じる各紙の面積を規格として定めました。したがって原紙が A0 で、この原紙を半分に切った時に生じる紙の面積を A1 としました。そして A1 を半分に切った時の紙の面積を A2 と言い、この過程を繰り返すことで各紙の規格の名前が定められました。ここで再び今回のテーマに戻り、 A4 用紙の規格が横 210mm、 縦 297mm となった理由は何でしょうか？切りよく 200mm と 300mm にすればもっと覚えやすいと思います。この理由は比にあります。 A4 用紙の縦横比は1対 1.414 です。A4 用紙2枚を合わせると A3 になり、 A3 の比を計算してみると A4 用紙の縦横比と同じです。これは A2 や A1 でも同様で、 A5、A6 など全ての A 用紙の規格比が同じです。もし横 200mm、縦 300mm が A4 アスタリスク用紙の規格だとすれば、比は2対3になります。先ほどの方式と同じく A4 アスタリスク用紙2枚を貼ると A3 アスタリスクになり、規格は横 300mm、縦 400mm となりますが、比は3対4で A4 アスタリスク用紙の比と異なります。もう一度 A3 アスタリスク用紙を2枚合わせて A2 アスタリスクを作ると比が2対3になりますが、 A1 アスタリスクを作るとまた3対4の比が生じます。このように一般的な長方形は偶数番を2等分すると形が似ますが、奇数番を2等分しても似ません。しかし1対 1.414 の比の長方形は何度切っても似た形を作ることができるので、このような規格が定められました。それではどうして似た長方形である必要があるのかと疑問に思うのではないでしょうか。その理由は紙が無駄にならないというメリットがあるからです。異なる比で規格を決めれば、決めた瞬間は特に問題を感じないかもしれませんが、紙の面積が大きくなったり小さくなったりするにつれて形が変わり続けます。紙を使うのには特に支障がなくても見た目的に良くないので、不要な部分を切り取る必要が生じて、それによって紙が無駄になってしまいます。しかし1対 1.414 の比で紙の規格を決めると、いつも形が似るので、このような心配をしなくても良いです。合理的であるため、様々な用紙規格のうちドイツ規格が標準化されて、1975年に国際基準 ISO216 として採択されました。ここまでを聞くと根本的な疑問を持つと思います。A0 用紙の規格はどのように決められたのでしょうか。 A0 用紙は1対 1.414 の比の長方形の面積が1平方メートルになる時を規格としました。したがって A0 用紙の規格は横 841mm、 縦 1189mm で、面積を求めると上記のように算出されます。ちなみに B 班用紙や C 班用紙も存在し、 A 班用紙と大きさは異なっても比は同じです。疑問は解決されましたか？